巨人の沢村博一、CKYODO ニュースイマージュバ。スデー登板を果たした巨人の沢村博一が3日、中日戦に登板。1回を無失点に抑えた。1点リードの7回からマウンドに上がった沢村は、先頭の代打、谷哲也をカットボールで引っ掛けさせ3ゴロ、続く大島洋平を2ゴロ、最後は京田陽太を低めのフォークで空振り三振。危なげない投球で1イニングを無失点に抑えた。同日、日本放送ショーアップナイター中日巨人戦の解説を務めた野村博樹氏は、ツーシーム、カット系も含めて細かい変化球を上手。使いながらカウントを整えていますよね、と話し、状態がいいのと、自分の投げている感触がいいから、怖いもの知らずできていますね。全く不安を感じないですね、と絶賛した。日本放送ショーアップ